どんなビデオか聞いたことある？私が聞いたのは、なんかいきなり怖い女の人が映ってお前は1週間後に死ぬって、そういうのなんですけど。ビデオを見た子がいて、その子彼氏と車でデートしてて死んだって。普通の死に方じゃないわよ、トモコ。トモちゃん、呪いのビデオ見たんだよ。あのビデオは、この女じゃない、貞子のお姉さんの子だ。俺たちの呪いをかけられたんだ。ビデオ見た時、貞子の記憶が俺の中に入ってたんだよ。お前の目的は何なんだ？どうしてこんなことになったんだ？そのビデオ見て何を知った？お前が持ってきたぞ！トモちゃん、お前なのか？お前がやったのか？娘はどうなった？知らん。シュウコと一緒にいたはずだ。貞子の死体を見つけてやろう。それで呪いは解けるの？陽一も助かるの？どうしてあんなビデオ見ちゃったんだ？助けて。